動画でも見て待ってるか。ちょ、どう言って、え、ああ、やば、完全にいい音っつか、やばい音したよね今。いや、だがまだわからん。げもう、おばちゃん、何棒立ちしてんの。スマホ割れたわ。マジバカなの。いや、なんで。俺は小学校4年まで家族とこの上野原に住んでいた。それなのになぜか今の俺には当時の記憶が全く残っていない。自慢じゃないが何一つ1ミリもだ。まあ記憶がないとはいえ、この街が昔と変わったことは見て取れる。商店街は寂れていて、今は新しいショッピングモールに人が集まっている。そう、街は変わった。それと同じように昔この町で一緒に過ごした奴らがいたとしても、そいつらだって変わってるはず。前に会ったことある人もいるかな。ぶっちゃけ俺昔のことあんま覚えてないんですけど、まあ、あの、これからよろしくお願いします。ねえねえ、え、お、聞きたかったんだけどさ、私たちどっかで会ったことあるかな。え、あ、私水沢葵。会ったことはないと思うけど。そっか、ごめん、じゃあね。ごめん、お待たせ。あの、すみません。今、参ります。じゃあ、これスマホ直ってよかった。モンスト？なになに？モンスターストライクは最大4人で楽しめるハンティングアクション RPG。 友達と協力して強大な敵に立ち向かおう。はじめのストライク、お、ステージスタートだ。何なんだよ。オラ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 、何だ。オラ様を解き放つのである。うさあ、オラ様を呼べばワンチャンあるっしょである。ワンチャンあるっしょ。解放の呪文はワンチャンオラコン。オラコン、よくやった。オラ様があのモンスターを葬ってやろう。マジか。スマホを構えろ。オラ様はオラゴンである。け、弱そう。ブレーバドー、オラ様はオラゴンである。オラ様ってモンスター界のプリンスであるぞ。それ壊せんだね。オラ様は立派な大人ドラゴンになる修行としてこの人間の世界へやってきたのである。ってことは今はお子様ってことな。こらー、
モンスターを召喚したかと思えば、なんだあれ。なんなんだ。おい庶民、オラ様に名乗ることを許可するのである。別にいい。ならば庶民と呼ぼう。シャミンレンだよ、ホムラレン。ならばレン、オラ様の家来として奴を倒すことを命じる。は、なんで。あいつにストライクされたら痛いぞ。全身の骨という骨はバキバキ肉だけ散り、全身の内臓という内臓がもっちゃもちゃに。わかったよ。どうすればいいんだよ。オラ様を奴に放て。スマホを構え、その右腕に輝くストライクリングを引っ張るだけでいい。そんなリングないけど。まさか持っていないとは。ストライクリングをつけずにモンスターを放つこともできるが、そんなことをすれば。リングだけだとまっすぐに進まないのである。カンカンさせすぎである。なんかごめん。お前たち逃げ場はないぞ。壁に囲まれたこの場所なら、どうあってもこいつのストライクから逃れることはできん。ストライクリングさえあれば。行くぞ。死ぬ。待て。私のミサイルキックを食らえ。おっさんストライクはもう斬新であるぞ。君、水沢さんだよね。これ使って。これはストライクリング。それをつければオラ様のコントロールが効くようになる。奴を倒せるぞ。さあ。爆心。いきなりモンストかよ。だからこの街嫌いなんだよ。誰？誰？いや君こそ誰？てか何？思い出しちまったよ。葵、久しぶりだな。元気だったか？え？知り合いっぽいではないか。まあ忘れてた方がいいこともあるよな。貴様らまとめてぶっ潰してやる。そうはいかねえ。もう思い出しちまったんだよ。葵は俺が守るってこと。それにこの街並みも、あのタコ公園も、あそこの砂場でおしっこ漏らしたことも。え、は？このストライクショットもな。ストライクショット。あれ、おかしいな。取引先とここで電話してたはずなんだが、居眠りしちゃったのかな。部長に怒られちゃうような。困ったな。おお、フェンリル X までゲットするとは。まあまあやるではないか、レン。ホムラ君すごかった。水沢さん、私たちやっぱり前に会ったことあるんだよね。え、知ってるんでしょ私のこと。さっき久しぶりだなって。おそれに俺が守るとも言っておったぞ。うん、言ってたよね。確かに。でもなんであんなこと言ったんだ。なんで言ったか覚えてないの。ああ、つうか今のでかいの何。やっぱそれ気になっちゃうか。そのようであるな。当たり前だろ。さっきのでかいのもお前も。仕方ない、説明してやるか。だね。あ
君たち知り合い？全然、気が合うだけ。可愛いし。ぽっ！ぽじゃねえよ！じゃあ、ホムラ君、明日学校でね、モンストのこととかいろいろ教えてあげる。おう。じゃあね。じゃあねであるー。ほんと打ち来んの？うむ、また襲われたらどうする？オラ様がいなくては対処できぬだろう。そうなのかもしんないけど、そもそもなんで襲われるわけ？まあ、オラ様もよく分かってないんであるが。このモンストとかってアプリのせいか、消すか。うらだだめめめえ、それだけはいろんな意味でダメなのである。そうなんだ、うん、いきなり家に連れて帰ったらみんな怒るぞ。怒るのか。そりゃカリンはもう怒んないけど、母さんはもう怒んないな。問題なさそうであるぞ。ああで違う、見られるだけで騒ぎになんだろう。生き物的な分類よくわかんないし。それなら問題ない。これをこう、これで見られたくない相手からは見えなくなる。何その仕組み。ただいま。あ、帰ってきた。おかえり。これは何者だ。これうちのレイ君。あ、どうも友達。どうも、転校初日からありがとうね。これは誰なのだ。レン、学校はどうだった。ああ、いい感じだった。学校も友達も。さいわ、質問ばっかすんじゃねえよ。みんなには見えてないのに俺リアクションしたらヤバいだろ。オラ様は好奇心旺盛なお年頃なのだ。ほーら、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 ほーら。おう。なんだ、君か。うむ、すまぬな。泳ぐの好きなの？うん、朝風呂は気持ちが良い。レンの家の風呂は暑すぎた。お風呂扱いか。むむ、やつがジロジロ見ておるぞ。えそこ。お、なんか余計なこと言ったな、オラゴンのやつ。お、朝練一人でやってんだ。朝練っていうか一人で泳いでるだけ。水泳部とかじゃないんだ。そうなの。水泳部が使ってない時にこっそり泳いでんの、趣味でね。へえ、にしてはガチだね。タイム測ってたし。だから水着。ああ。スイスイするのが好きなのだな。そうだね。あと最近結構暇でさ、やっぱなんか熱くなることを探してたのかも。かわいい。オラオラ。わあ、すごい、伸びる。で、昨日のは何だったんだ。修理から帰ってきたスマホにこのモンストってアプリが入ってて、起動したら変な男が操るモンスターに襲われた。で、このお子ちゃま珍獣が出てきた。オラ様はオラゴンである。オラゴン。ポじゃねえよ。で、水沢さんが渡してくれたこのリングを使ってオラゴンを引っ張って飛ばして敵をやっつけた。もう聞きたいことだらけなんだけど。だよね。でやろうな。この上野原ではね、ほとんどの中学生がモンストしてるの。え、モンストって昨日みたいなああいうの。うん。マジか。本当は決められた場所、決められた形でやるものなんだけどね。最近街中でモンスターに絡んだ事件が起きてるらしいって噂だったんだ。昨日ホムラ君が襲われてるのを見て本当なんだって思った。あと普通モンスターはモンストのプレイ中にしか現れない。オラゴンが今ここにいるのも何かが起きてる証拠かも。うむ、オラ様はモンスターの世界から大人ドラゴンになるための修行にやってきたのだ。へえ、そういう設定なんだ。え、設定ではない。モンスターの世界は実在するのだぞ。どこに。あっちの方である。ざっくりしてんな。オラ様は何か知ってる？何が起きてるのか。知らん。俺の記憶のこととか知らん。どうしてオラゴンがここに出てきたのかは知らん。お前何も知んねえな。知らなぬ。そういえばこれって知ってて、また使うことあるかも。そうなの。おはよう。なんでそのリングをしてる。え、ああ、これもらったんだ、水沢さんに。何。そう、私が渡したの。後で話そうと思ってたの。ねえアキラ、よかったらもう一度モンストしない？またチーム組もうよ。はっ。アキラ。チームなどありえない。
誰もハルマの代わりにはなれない。ハルマ？どういうことである？私ね、もともと今のアキラたちとチームでモンストしてたの。でもハルマっていうリーダーが転校してチームは解散しちゃったんだ。そのリングはリーダーのハルマが使ってたものなの。あ、ね、今日の夜空いてる？チームでやるモンスト2人で見に行こうよ。夜9時にグレイスモール上野原集合。グレイスモール？2人でそこでやるか。秘密の場所に連れて行ってあげる。はい、カルモです。何ここ？もうすぐわかるよ。夜もここ通れんだ。本当はダメなんだけど、近道。わあ、滑り台。あ、ここに出るんだ。ひょっとして受け身取れない系の大技俺にかけたりした？来るよ。勝敗がつくまでこのモールから、このバトルフィールドから出ることはできない。俺たちバトルフィールドの中に閉じ込められたってことか。こっちから行くぞ。
てよかった。ストライクリングスタート。出ておいで、私のボックスメタル。基本さあ、キャッチス友情勝負だ。まずい、雑魚どもにここまで反撃されていることも。葵が本来の力を出せていないことも。そして何よりお前、覚醒したような見た目だが鋭い。何？なんだそれは。オラ様はオラゴンである。
俺が終わらせる。滑らかに無視したである。アキラ、3人で一気にやっつけよう。私とレン君と。ありえない。俺だけで十分だ。そこだ、行け。じゃないよな。君たち覚えてないの？な、何も。行こうぜ。ああ、ちょ、君たち。レン、お前も覚えてないのであるな。お、うん。助けたわけじゃない。お前らの戦いが不愉快だっただけだ。見てんなら入ればいいのに。え？プール、見るもんじゃなくて入るもんだよ。水着は見るものではなく着るものである。うっさい。抜けない。さあ、今日は戦いだよ、レン君。え？何と？決まってるでしょ、アキラの勧誘。モンストコロシアムで戦うにはチームじゃないとダメだから。昨日みたいに襲われた時も。でもチームに入りそうな感じ全然しないよね。チームなどありえない。誰もハルマの代わりにはなれない。大丈夫、説得には自信あるから。ハッピーバースデー。ちなみにバースデーといえばこの時代お誕生会はどうしてたのか。誕生会やってたのかなって気になるよね。気になるよね、前田。前田、気にならない？ならない。あ、そう。まあ気にならなくても先生答え。既読する。ダメでやるな。あ？あれどうやって仕込んだの？君ぞ。ナイスシュート。け、あれ全部ラブレター？私が授業中に量産した勧誘レターが入ってる。あんなに書いたのであるか。やっぱ無理なんじゃない、あいつは。おう、ねえ。ありえない。まだ何も言ってないんだけど。聞かなくてもわかる。俺がまたチームを組むなどありえない。俺だからか。俺がそのハルマってやつより弱いから組みたくないの？お前はハルマじゃないからだ。俺は認めない。お前がハルマのストライクリングを持っていることもな。ちょ待てよ、うん、だったらいいよ。なんか悪いし。あの、あれ渡してしまうとオラ様がカンカン。ちょ、レン、ちょ待てよ。レン、ちょ待てよ。ハルマ、なんでだ。ごめん、葵。ああ、いいよ、気にしないで。影月くんがあそこまで言うハルマってどんなやつだったの？
と私たちのモンスターのチームのリーダーでね、何も言わないで転校しちゃったんだ。へえ。で、影月くんどうすんの？うん、諦めよう。さっぱりである。あいつ頑固なんだもん。バッサリである。だよね。こうなったら勧誘する相手を変えるしかないな。相手って？一緒にチームを組んでたもう一人のメンバー、若葉みなみ、隣のクラスのね。試合終了ですよ。すげえ。やる。どい。ねえ、あれが仲間にしたい若葉みなみさんってことでいいんだよね？そうなんだけど。ビシッ。ミナミのファーストストライクなんだぞ。ありがたく思え。様子がおかしい。だよね。あれでおかしくなかったら大変であるぞ。若葉ミナミ、恐ろしい子。ミナミはね、普段はもっとほんわかしてて天然な子なんだ。ほんわか要素ゼロだったのである。どうしたのかな。あの若葉さんの目さ、前に襲ってきたおっさんとかと同じ感じじゃない？である。みんな後で我に返ってるみたいだったけど、目がああなってる時はなんか洗脳でもされてるみたいだったよね。もしかしたら若葉さんもああいう感じになってるんじゃない？フィキティヒトチュズギャンズギャンズギャンとぜ。ほら、どう考えても変だもん。あれはいつも通りね。やっぱり。ヨーデルヨーデル。じゃあこれ。左手は添える竹。うっ、あっつあっつ、バケンバケンに熱すぎるよ。もともとミナミはやることなすこと話すこと天然タイプで、だいたいあんな感じだった。ほう、人間界ではあれを天然というのだな。もうそうかな。でもね、さっきみたいにあんな風に戦う子じゃなかった。ドイーン。ま、話してみた方が早そう。あ、みなみ。あ、葵ちゃん
うちのクラスに転校してきた穂村蓮くんとオラゴン。どうも。オラゴンにちはであるであるでさ、ちょっとミナミに話したいことがあってさ。なになに？ミナミさ、一緒にモンストしない？私とレン君と。やったよ、私と組もうなんて生意気ってんじゃないっすの。もうそんなこと言うアホイちゃんはギッタンギッタンにしちゃうからね、モンスト以外で。ワンチュー、オラゴンチュー。今モンスト以外でって言った？言ったであるな。どういうこと？ミナミ、ミナミがどうしちゃったのか、お父さんなら何か知ってるかも。ここ。へえ、喫茶店なんだ若葉さんち。うん、お父さんが一人でマスターやってるんだ。こんにちは。はい、いらっしゃい葵ちゃん。元気にしてたかい？あ、はい。ミナミがそんな激しいことになってるなんて、もしかしてご迷惑をかけたかい？ああ、いえ、そんなことないです。ならよかったけど。あの、何か心当たりは？ないな。心配してくれてありがとう。でもきっとミナミなら大丈夫。ミナミはいつも優しい子なんだ。亡くなった母親に似てね。あの花、母親が大事にしていた種からミナミが大事に育てたんだ。お母さんなら絶対うまく咲かせるよね。枯れそうになっても諦めずにあそこまで咲かせたんだ。そうだったんですね。そんな子だ。今は様子がおかしいとしてもきっと何か訳があるんだと思う。やっぱりさ、襲いかかってきたおっさんみたいに何かの影響を受けてるんじゃないかな。おじさん、ミナミいる？とっとっと。出かけてるけど、どうかしたのか？なんかミナミがすっごい動画サイトにアップしてるからさ、とりあえず来てみた。誰である？隣のクラスの白浜太陽くん。すっごい動画？うお、またアップされた。で、これ出てんの水沢さんじゃん。は？おう、何それ？俺んだから。今のところでやる。バッツリシャイニングウィザード。やるな。それ俺んだから。もしかしてミナミがモンスト以外で葵をギッタンギッタンにするって言ってたの、今の動画のことであるか？よっぽどすごいの映ってたんだな。すごいあれだったである。あれである。そうだ、自己紹介が遅れたけど、俺は白浜太陽、君は穂村蓮くんだよね。知ってるよ、隣のクラスだよね。よろしく。あ、よろしく。これがさっきの動画である。この動画は人目を忍んで一人大胆すぎる行動に出る女、とだから見ないで。ああ、何映ってんだ。この動画なんとかしないと。削除するってこと？それ、ね、でもすぐに削除できるのはアカウントを持ってる本人だけであるぞ。だからなんでそんなに動画事情詳しいんだよ。つまりはミナミ本人なら消せるってこと？
それはどうかな。おじさんは南がそんなことをやったとは思わないな。だって母親が残したあの花をたった一人で一生懸命。私がやったんじゃい！今のいい感じの親心トーク台無しであるぞ。いや南、きっと訳があるんだろう。ないんじゃ！南、どうしてこんなこと。どうしてもこうしてもない。動画を消してほしいなら。ブルー、モンストで勝負だよ。え、俺も急じゃね。お父さん、店も心も完全に閉ざしてしまったであるぞ。そりゃ娘があれじゃな。お父さんのことか。お父さんのことか。そこ、あの瞳、やっぱりきっと操られてるんだよ。確かにである。今までの人たちみたいにモンストでやっつけられれば元に戻るかも。やるしかない。でも俺指輪がない。だって影月くんに渡したじゃん。あ、そうだ。震えるぞ商店街、燃え尽きるぞ南。ステージスタート。行くよ。我がデッドラビッツの攻撃力は世界一。危ない。なにこれ、普通に死ぬじゃん。飲み込み早いな。やるしかない。ああ、リングないからこうなっちゃうと思うけど。それ、ああ、鬼なのにお試しするなである。スタート、出ておいで。私のフォックスメタル。俺も行っちゃうか。じゃあな、俺も一応出てこい。私の動画絶対消してもらうからね。激しいロープワークからの友情コンボ。全然効いてねえな。ちっとも痛くない。よし、ポジティブがあれば何でもできる。なんか遅くね。遅くなくなくない。帰り討ちだね。やっと来たよ。そうだね。痛くも痒くもありません。ちょっと、もうなんかもはや、あ、快感である。俺もやるだけやるか。やっぱダメか。こっちだってばよ。リングなしで引っ張るのは罪である。じゃあ今度はこっちからモンストーに私はなる。ワクワクのミーター。うひょー、すっげーな。かわいいし強いし。
ここは俺が守る。なんかややかっこいい。いやいやいや、手の突っ張りはいらんですよ。ストライクショット、ギャン飛びデバイス、スイッチオン。力こそ正義、いい時代になったものだ。キュッキュー、この配置なら…そこだ！いっけー！友情コンボ2連発！はいはいはい！アベシ！ヒデブ！我がモンストに一片の悔いなし。レン君、ハワワワ、しっかり。ああ、大丈夫だよね。よかった。おパリオ？え？お、おパ？お、南？おパリオ？え？あ、何あれ？南？おパリオ？おパリオ？え？なんてやるか、この種族！オパリオっていうのは、南が言うところのおはようだね。漫画に出てくるヒロインのセリフなんだって。お店にある昔の漫画にいろいろ影響を受けてるみたいだよ。オパリオ。あ、オパリオ。よかった、元に戻ったんだね。見てごらん。ん？あ、今日も綺麗。彼のおかげだ。あ？レン君がこのお花守ってくれたんだよ。そうなの？ああ、いや、まあ、これね、お母さんの花なんだ。亡くなったお母さんの形見みたいなもんだ。だからどうしても咲かせたかったんだよな。うん。だからありがとう、守ってくれて。うん。ご報告が、若葉みなみが例の状態から戻ったようです。転校以来のよくわからない激動の日々。そんな中、もはやここ朝のプールは俺にとって安息の場所となりつつある。水沢葵との朝の待ち合わせのためなんとなく来ているだけだが、こいつを飲みながら待つひとときは、なんていうか無心になれるのだ。とか言いつつ完全に水着凝視してるであるぞ。無心とは程遠い感じである。それもまた否めない。あ、いたいた。お、オパリオ。お、うん、オパリオ、おはよう。オパリオ！オパリオ！はい、朝ごはん。え？私のお花助けてくれたお礼。うん。お礼の不器用さパネーであるな。お？よいしょ、よいしょ。お、いたいた。朝はだいたいここって葵ちゃんに聞いたんだ。ああ。じゃあ私も。お？お？
キュ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 ー、わあ、フェイヤー、みなみ、いきます。スイム、スイミン、スイミング。来てたであるな。シルコならいいのに。うむ、ポップコーンでいっぱいならいいのに、である。よくアイスとか食べられるね。え、頭、キミー、キミーってしない？ああ、まあ、ほよ、どうしたの？昨日ボコボコになったから少々怪我したであるな。ほいほいほい、私のお花を守るために。うん、ありがとう、マッサージしてあげる。お客さん、凝ってますね。やっぱお礼の不器用さパネーである。ってことで、みなみさんがまた一緒にモンストやってくれることになりました。よろしく、メカドッグ。よろしく。よろしく、哀愁。あとアキラか。というか、今まで4人でもないのに散々モンストしてきたであるよな。それでも4人じゃないとダメなんであるか。4人で組んだ時に最大の力を発揮できるのがモンストだからだね。じゃあさ、影月くんじゃないやつを探すのは。それもね、私たちとアキラ、そしてリーダーのハルマはすごくいいチームだったんだ。本当にね。ビャギャンビャギャンにいいチームだった。その表現はよくわかんないけど。斬新である。暑かった、とても暑かった。いつまでもいつまでも引っ張っていたいって思った。でもハルマは突然東京へ行っちゃった。私たちに何も言わずにね。どうしてるんだろうね、ハルマ。アキラ。知ってるでしょ、ミナミが育ててるお母さんのお花。ああ。あれがモンストで潰されそうになったんだけどさ。レン君、リングを使わないでお花を守ったんだよ。モンスター体で止めて。ここは大丈夫であるか。いてえよ。アキラがレン君と組みたくないと思う気持ちもわかる。ハルマは確かにすごかったから。レン君はハルマとは違う。でも違っても、私レン君とモンストしてるとあの頃みたいに熱くなれる。3DS 版やれば先の展開わかるであるのに。夢を見てたである。モールのモンストコロシアムで何か起きる。コロシアムで？そうである。なんだあれ。最近の街の異変と関係ある匂いがプンプンするである。それレーダーなんだ。レッツゴーである。レン君。お、オパリオアットナイト。よし、早速行くである。
別に何もないな。見つからないうちに帰ろうか。何？来たか。モンストに見入られた者どもよ。あれ、今までの人たちと同じ降臨モードだ。閉じ込められた。もうお前たちはここから出ることはできないのだよ。なんでやるか。俺ストライクリングない。スタート。いっちゃう、やっちゃう。オラゴン使えないから私たちでやるしかない。来るぞ。ないけど一か八か。わかったである。くっそ、私がやる。いっけー。友情コンボ。思いついたことがある。そんなところに立っていたら死ぬであるぞ。いっけー。レンレン君。こうやって俺とフェンリル X が盾になる。だから葵と南で攻撃してくれ。そんなのダメだよ。次に攻撃食らったらあの世にオパリオだよ。だからって何もしなきゃやられるだけだ。やろう。様、このフィールドを地獄へと誘ってください。なんなのよこれ。リアル。ダメージウォール、当たるだけで即死だ。来たよ。反射レーザーだ。これくらいしかできないから。今度こそ当たったら死ぬで。その無謀な作戦ありえない。
のカムイはこんなもんじゃない。我が祭壇を汚すかならば我が炎の煮えとなれ。なんだこいつ。ついに降臨されたか、ヨモツオオカミ、イザナミゼロ様が来る。黄泉の雷をとくと味わうがいい。大丈夫、おらねえ、アキラ、レン君にストライクリング渡してあげて、持ってるでしょ。俺一人で十分だ。そんなこと言ってる場合じゃないであるぞ。もう私行っちゃうよ。貴族生ということか。レンにリングを渡してやる。アキラだって本当はレン君を認め始めてるんでしょ。いつまでズンしてるである。出れないと死ぬであるぞ。あ、来るよ。渡したところでお前にできることなど知れているが、ダメージウォールの影響を受けないのはお前のフェンリル X だけだ。ディレタであるな。このタイミングでディレタであるな。いやサンキュー。アキラやるじゃねえか、意外と。ストライクリング、お前になど渡すべきではなかった。あれ、おお、黄泉の波動よ、鉄
気をうがて！なんだこれ。何？重心玉？それを使えばフェンリル X を進化させられるね。フェンリル X、お前はもういい。ケイ、下がっていろ。ケイ、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 キングのケイ。ここでやってたモンストグランプリ第1回優勝者だよ。私も憧れていたんだけど、何してるんだろう。奴が黒幕か。人生の幸せも不幸せも恋の表と裏に過ぎない。ならばコインを投げ続けるだけだ。いつか表が出るまでな。ところで何かおかしくないであるか。どうしたの。バリアが消えてないであるぞ。何？重力バリア、ありえない。薄くなってってるの。ポじゃねえ、本当にポじゃねえ。オルタナティブドラゴン。オラ様、オラ様。これが終焉の始まりだ。こいつ知ってるぞ。Nobody can break us, yeah.
正直殿のことはちょっと嫌いでした。辻秀の作った飯ってまっつくね。でも一緒にモンストしたら分かり合えたんです。ストライクショット。おお、まだいいじゃん。もっともっと絆深まるモンスターストライク。光秀ってなんか付き合いづらいっていうか。あとどう、自分飲めないんで。あ、でもモンストしたら頼れるなって。超ピンチじゃん。自分に任せてください。おう、もっともっと絆深まるモンスターストライク。あのモンストが任天堂 3DS に登場。仲間と共に力を合わせて突き進め。任天堂 3DS モンスターストライク100万本突破。